今、もっともっと値段上げちゃえばいいんだよ。俳優くんの願望聞いてますから、うん、ちょっとあのさっき言った通りでアクト2の羽生くんと一緒にちょっと見てないっつうから見ていこうかってことで、でハロドリの時間の前に終わりますから、ちょっと待ってね、これで、ごめんね、今何にも外面的には何にも分かってないと思うんだよ。どういうことかというと、全然タイトルも何も打ってないから。よし。これで入ってきてるのは人はマニアだよ。これに間に合ってきたのはマニアだよ。プロだよ。あざす、いつもあざす。これで見れるところに見ようよ。いいんじゃない？うん。あ、いいね。グラス全然あるからさ、用意してよ。あのグラスあんの知ってる？羽生くんさすがだ、そこ行きだよな。シャンパンにスパークリングワインの方が美味しいと思います。わかるわかる。ぶっちゃけわかる。あれ腐ってんだもん。腐ってんだもん、匂いがわかんないよ。まあぶっちゃけわかる。グラスわかるか？頼んだ。じゃあ俺持ってくる。ハロープロジェクトの25周年に乾杯。すごい、すぐなくなりそうだな。あ、うん、イエイ。いやもう知ってる人しか知らないような感じになっちゃってるから、いや、飲んねんよ。シャンパンはシャンパンニュで作る、あの発酵させるやり方。一つのブドウじゃなくて、うん、一つのブドウ、うん、混ぜないよ。あ、本物のブドウ持ってますよ。マジで本当だ、本当だ。どうしたお前。ジュースだったらね。いや、マジか。こっちの方のね、わかりにくい。やっちゃった。で、バラでイカスタートですよ。なんか音がやっぱ違うね。なんだろう、なんかベースもないの、ね、お腹で鳴ってないの、ね、あ、そう。皆さん、研修生ってのもあるんじゃないか。いや、これだとさ、別にさ、感覚とさ、出れないんだよ、絶対に。なるほど。こんだけ距離があって、遠いのに、ずれない。ちょっとそれでも分かりにくいな。でもみんなも同じ動きできるんだよ、これだと。それはダメなの？いいの？ダメ。お前、厳しいな。こいつは権威でまだこれからだぜ。いや、じゃなくて、音は、音は
喜んじゃいねえよ。だから問題なんじゃん、いろいろちょっと加速が効いてないんだよ、うん、だから音抜いてる気がするのよ。そこまでは分かんない。まあある意味その、なんか事故が起こらないために何か抜いてる気がする。本当そうかね。失敗しないの。ちょっと遅く聞こえない？マイセブさん、こんばんは。遅くは聞こえない。うん、ここでもなんかこう、加速しないで。もうずっとこの、一気ずっとこのハウスっぽいんだよね。ハウスなんだよね、作り方は。なんだろう。ずっとその、音のあれが、上り坂じゃなくて、ずっと平坦な道でずっと同じように走ってる。最後から最後。その言いたいことはちょっとわかる。ハウスなんだよね。あの説明は分からないけど、フィーリング的には分かる。ヒップホップとかじゃなくて、あのハウスのガレージミュージック、大箱のハウス。いや、フィーリング的に分かるのみかな。みんなが文句がない音作りとか。これ神村がいいのよ。今度もいいけど、いや神村見てほしい。これ神村。今言った神村いるのよ。お前バカか、お前バカなのか。合ってる。意外とお前いけんじゃねえかよ。そうだけど、いいんだって話をしたいんだからさ。上村すみいいよね。吉田もいいし。最後ですよ。お茶飲むどうよ。夏目ちゃんが綺麗。ああ、夏目なんだ。いや、僕はまどか。どっちや。まどかちゃん。クヨンチャンネルは北原よ。クヨンチャンネルは北原が、多いよ。もう北原いいなと。俺は最近西崎だけどね。違う、僕そういう派じゃないんで。ありがとうございます。佐藤正樹なんだかわかんない。田代も最高。石栗も最高。要は全員最高。まどか、斎藤まどか最高だね。いや、でもちょっとわかる。足が本当に綺麗。斎藤の足はみんな言ってなさすぎる。本当に綺麗。あと、ロコちゃんやりすぎてるとこが可愛い。チンさん、こんばんは。体つき見ね、こうなんかすごいですよ。いや素敵だよ。あの変に大きい人も変にちっちゃい人もいなくて、あーいいこと言うじゃん。俺もそう思う。でもね、なんかこれからちょっとね、ハロプロもなんかちょっとおっぱい、もしかしたらチャンネルをちょっと胸元が大きい。でどう背景は別に今まですごいのであんまり全然そうだけど、でもちょっとなんかみんなおっぱい大きくなってきそうな気がする。見てねえから知らない。でもなんかこうやっぱこう16ビートのこう胸でリズムを取るような、なんか一つの程度が来る。前もうちょっと下半身のところがもうちょっとその腰とかあの
下の方で撮ってたんだけど、お腹とかちょっと上でこうアップの感じ、アップな感じ、わかりますか？感じちゃった。胸でこう上に上げていくリズムの16ビートで撮っていくような、うん、なんか一つのフェーズが生まれてきて胸が大きく見えるみたいな。あれだよ、ビヨンズのさ、石田さんのおっぱいだよ。ねえよ、起きて超嬉しそうだけど、俺別にそこ撮らないから。石田さんのおっぱい入れてるんだよ。すげえ。そこ乗らないから。こういうその胸で取る感じね。いや、でも俺分かってんだ。俺も男性だから、ほぼ胸で金が決まるのは分かってんだけど。リズムの取る部位の頭でリズムを取る人と、手で取る人と、胸で取る人と、お腹で取る人と、お尻で取る人と、足で取る人と、同じリズムでも変わってくる。分かるよ。その一つのそのなんか歌い方だったり、ダンスの流れとして胸で取っていく。上に跳ねるんだけど跳ねないみたいな。ひとまず俺はそこを無視してみて、利用価値があるかないかで考えるようにしてるな。石栗最高ですよ、そういった意味じゃ。なんかお茶の間の曲になった。今いいウィンク、北原。これいいね、お茶の間の曲。北原最高だよ。今いいウィンクだった。本当にこのテレビ放送で今のウィンク決められたのよかったよ。今までいないこれからの北原のウィンクだったよ。あのさ、アクト1でアクト2でさ、客層はどうだったんですか？あんまり変わらないんだよ。ところな、女性が少なくて、あーごめん、女性が多くて、間違えた、女性が多くて男性が多くて、あ、男性が少なくて全部ありました。俺もそんな感じ、女性がめちゃくちゃ多くて、取れてるよ。悪いや、むずいかもな。かわいいね、確かに。西田さん、その踊ってたし、歌ってるもん。頑張ってる。頑張ったら、毎回も見てる。あ、行っちゃう？うぃーす。うん。わかんないけど。ざっくりざっくり。まあ、入る分だけ。ビールみたいになっちゃうもんね。です。うまいよ。最高だよ。
ありがとうね。50分だよね。うん、50分だよね。5000円ぐらいした？そんなこと1000円500円ぐらいした。1500円リーズナブルじゃん。そんなもんなんだよ、ワイン。そんなもんでしょ、本当は。本当はな。本当はそんな。現地はそんなもんだからな。そんなもんだろうな。うん、ありがたがる必要ないんだよね。お前だ、キャバクラの10、なんつうの最近のお前のさ、使いっぷりどう、まだ続けてんの？まだ続けてる、まだ。だってわかんないよ、シャンパンの。キャバクラのシャンパンの意味がわかんないよ、探求してないよ、まだ。まだこれがまずいし、高いっていうことを証明できる何か、ね、おかしいってか、どういうことだろうわかんない。お前は月にとかじゃなくて1回100万とか使ってるじゃん。いや、それはね、それは最高です。それはそれはなんかもう本当にすごいやんだ。大丈夫最近は。いや、まだ続いてます。続いてんだ。1回行ったら10万ぐらい。いや、その先は3万円ぐらい。ああ、そう。まあ、だから一石だから一石したんだ。だから一石いくらなのかがわかんないんだよね。とかどういう、だからまだそういう。でもさ、1時間5000円なわけだもん、この時給が。でももっとするわけ、よくわかんないじゃん。一体時給5000円ぐらいなら。女の子のね。そしたら、そしたらさ、いくら売り上げ上げなきゃいけないの ?1 時間に5000円さ。いや、だからお前が TO になりたいかどうかだけだろ。いや、別にそうじゃないの、別に。僕、加工しだから。コンセプトがないとなると。コンセプトがないからダメなんですよ。まあ確かにな。目的がはっきりしないからいけないんです。俺がお前の使い方プロデュースしたいぐらいで。いや、それはいいわ。それは大丈夫。でもやらねえよ、もちろん。それは大丈夫。もう安心しろ、やらねえけど。だけどそれぐらいぬるいよ、お前脇が。うん、そうしよう。別に、どうでもそれが羽生くんらしくて、俺は友人としては好きだけど、大丈夫ってみんな思ってるよ。まあでもお前はそれは人生だもんね。まあ、でも、まあ、一つそれで学んだのは、まあ、そういう世界っていうのはその一対一だからそんだけお金がかかるっていうか、まあ、その人を自分一人が独占するからそんだけの単価があって、うん、そのこういうステージだってみんなで分割してるから一人が何千円ってなって、同じそのそういうことであって、だからそのその人が払うお金が、うん、高いから価値があるとかじゃなくて、ただそれをそのステージを誰がどれだけの人数で維持するかだけの話かなっていうところも、だから公共的なね、高いから価値があるんじゃなくて、うん、分かるよ。だからその人が何を価値、その人にとって何を価値のお金によるから、高いから価値があるとかってわけではないのかなって、その人を一人を独占するかというだけの時間に対して当たり前でかかるって言って、で実際その人に自分は払ってるつもりでいるけど、実はそこに周りにいろんな人がいるから、その人たちのためのもう分も払ってる。ロジックをもらったんだよね。この人たちもだっていろんな人が周りに関わってくるから、で僕らはでもそんなふうに負担には感じないから、お宅の世界にはいいよなって思う。今キャバクラ論だからね。彼がキャバクラに追い込んだ上での、応援してるから、この人たちのこの時間を、この人たちの時間を僕らはその5万円ぐらいで共有できて、いや、だから対マンで開けるシャンパンよりみんなで開けるシャンパンの方が絶対うまい。違うし、わかるよ。だからお前の動き、だからその分かんねえんだよ、キャバクラのさシャンパンが。じゃあおめえそこで開けてるからだもんね。でもそれで学んだのよかったよ。意味が違うし、多分何かが違うんで、そこで学んでよかったよな。味とか問題じゃなくて、なんか違う経済の、違う経済。当たり前だよ。当たり前だから。その人はお金持ちの人たちが、そのシャンパンを開ける意味っていうのは別にはないんだな。どっちにしろ、羽生くんはその世界には身を一回行かなきゃいけなかった人だと俺は思ってるから、早い段階で気づいてよかったと思う。エンターテインメントの場所だと僕は思ってて、違うんだろう。ちなみに椿の海外は行くの？まあ、考えしよう。あ、マジで、うん、行くんだったら一緒に行こうよ。俺は全然経済的にやばいから、出資者募る
のをやる。で、オールオールは募る。で、募ってこれ、ね、集まんなかったら行かないっていうふうにするか、行く、それでも行くってするかっていうのを考えると。まあ、うん、そうそうそう、そういうのあると思うから。お前見せ金でもいいからさ、こういうふうに言うと怒る人いるんだけど、あのやべえと思ったらちょっとあの両方行くだろ、どうせ行くんだったら、だから一緒に行きたいからさ、ちょっと手伝ってくれよ。知らない、それは知らない多分どうせ手伝うと思うんだけど、うん、今年70になる素敵なお姉さんに会った。あ、そうだね、うん、そうそう、なんかフランスに22年ぐらいいたって。うわー、そう、会いたかったな、うん、で、何、椿に来たの？あ、ジュースに来たの？だからまあそういう話をしたらジュースに来たの？じゃなくて、お宅の人じゃなくて、なんかお店やった。別件か、これ、ちょっとこれだけ見てくれ。はい、井上さん、かわいい。あ、今日のね、今日のジュースジュースのハイライトは、ダンバルさんの、なんだよ、僕はダンバルさんの気になるって思った。ダンバルと井上は今やばい。ダンバルさんの気に僕はなる。何？ダンバルさんの腹筋に僕はなる。ダンバルの何？腹筋？ダンバルさんの腹筋。腹筋、うん、言ってる意味分かんない。分かんない、僕も分かんない。なんかこう、夏役さんと同じ、なんか何とかあるかな。これやばいんだ。なんかさ、一生懸命頑張ってるんだけどさ、なんか結構出てきてないじゃん、 3D じゃないんだよね。なんかさ、なんかこう向こうもやってる方もさ、こう出し切れてないってある。そんなことなかったけどね。打ててないっていうかさ。そんなことない。なんだろう、後ろからさ、やっぱりなんかこう指示が出されてる感じがする。いや、俺はそんなそういうような感じじゃなかったけど。全然そのなんかこうやり取りがね。一発勝負の中で良かったよ。最高だったよ。つうか俺は年には年は最高評価だよ。いや本当。全然できるのにさ、それをさやらせるさ演出側の能力。もう厳しいなぁ。だからその演出側に能力なんだよね。お前らはコロナで何やってきたんだ。休んでただけか。マジで、うん、本当昔のやり方やってるから、ね、テレビ放映。ああ。あ、そうか、この人の曲か、コブスパクトの曲だもんな。あ、大変、今気づいた。そこがエモかったってみんな言ってたんだよ。そこがエモかったってみんな言ってたんだよ。ああ、だからそういうのがテレビ的だよねって思うんだよね。いや、でもテレビ的じゃねえよ、これ腹ごた的だよ。いや、違う、腹ごた的だって。うわー、上村過去じゃないじゃん。テレビ系の人は分かんない。25周年の未来の話。
陳さんが JJ メモみんなかわかったね、佐々木石山さんがよかった、みんなよかったですけど、ね、言いたいことありますよ。ハイディ非公開さん、こんばんは、よろしくお願いします。チャンネル登録してください。ID 非公開さんは誰が好きなんですか？できれば公開してもらっておいてます。クヨミチャンネルに来てもらったきっかけとご挨拶いただいて嬉しいんで、誰がお尻面でどういうハローの曲が好きで、どういった形で今あのハローに買ったなんつうの応援とかそういう意味ですけど、スタンス取られてるか教えてください。お願いします。面倒くさかったらスルーで大丈夫です。どうも書き込みしていただきます。チャンネル登録もよろしくね。ID 非公開でハロプロ分かりません。マジですか？分かりたいんですか？分かりたくないんですか？どっちですか？それも分かんねえ。でも分かんない。いや、これ二択じゃん。はい、で野球動画が来ました。あ、そうですか、あります。野球はどこがお好きですか？に NPB 日本ですか、あのそれ以外ですか？ハロプロと日本のプロ野球似てます、全部。あ、ほんと、今年の優勝のチームともう出てると思うんですけど、クライマックスも含めてで言うと、パリーグ、セリーグ、どの球団だと思いますか？まあ、私はもう今年阪神が日本一取ってほしいと思ってます。かくいう私は読売ジャイアンツを大好きな親に育てられたんで、読売ジャイアンツの前提として、野球を見ております。私も全部見てます。でメジャーリーグに関しては日本人の球選手連中っていうのはまあプレーずつ見てるけど、でもまあそんなに思い入れないですね。はい、ということで阪神タイガースが読売優勝、阪神タイガース読売、いやいや阪神が優勝でしょ今年は。はい、なんとなくですが、ああ、ありがとうございます。あの読売ジャイアンツに忖度していただきます。私は今年は阪神だと思いますね。岡田監督やっぱりすごかったなっていう年だと思います。羽生君って野球見ないか？勝ち負けとかは好きじゃない、勝ち負けとか好きじゃない、うん、どれ負けるか。ああ、そうか、確かにな、5割5分のチームが優勝して4割5分が負ける世界だからな。でもみんな負けてんだ。10試合あったら10試合の中で6回勝てたチームは優勝なんだよ。10試合の中で4回負けるチームはもうダメなんだよ。そもそもその世界、そういう世界なんだ。うん、あ、4回負け、6回負けるチームはダメなんだよ。一生の差なんだ。一生の差だ。10試合やって6勝したっていうのは優勝。じゃあその、ま、負けてても、どっちかの時に勝てるか勝てないかみたいな。勝ちすぎても全然いいんじゃない。でもそしたらもうすぐエンターテインメントしたらないからね。うん、関係ないから。賞金を出してる。ビジネスだね。エンタメだけどビジネス、両方叶えてる日本の最高峰のエンターテインメント。ああ、なるほどね。ああ、はいはい。プロ野球を分からないっていうことは結局エンターテインメント分からないってことだと俺は思ってるから。ああ、なるほど。どうしたら分かるの？現場に行くことはないと思う。野球中継見る。ああ、現場に行く野球中継見る。どっちもあのご自身の感覚でやったらいいんじゃないですか。感覚とか、うん、僕は野球の現場はもう四十何年以上やってたもんね。やってもいたしね。うん、もう外野暇じゃないよ。だから暇っていう感覚がある人っていうのは野球を見れてないから。でそういうのは何も見れてないから。全然何も見れてない。それはダメだから。
あの選手っていうのの根本を見るときっていうのは、何もないときにどう目線を見てどう動いたかっていうのを見れる最高のチャンスなんですよ。仕事してない人、仕事がない人の仕事を見てるってこと。ね、近いこと言ってんだけど間違えてるから、あの直すけど、仕事がない人なんかないんだよ。仕事は常にあるんだよ。だから自分が仕事だって認めて仕事だっていうふうにしたアピールがなければ、基本的にプロ野球選手って個人事業主だから。あ、そうなの。当たり前だよ。それは体だよ。体としては組織 の, あの雇用だけど、根本的に個人事業主、常にスカウトが見られてる、スカウトが見てるから。誰を喜ばしたらいい。ファンを喜ばしたらいいんだよ。プロだから、プロレスと一緒だから、ファンを喜ばすのは絶対ですよ。でそれができないんであれば、結果を残すのは当たり前なんです。結果を残すのは当たり前なんです。でファンを喜ばすっていうのは売り上げだから、個人のロイヤリティなんですよね。でもね、やっぱりプロ野球の世界で、やっぱりその球場に足を運んでくれた人のお金で回ってる、それともなんか違うところで全部で回ってますよ。放送権料と、あの日本独自の、まあいろいろあるんですよ。いろいろあるんですけど、グッズの売り上げは大量ですよ。それは当たり前、アイドルと一緒だから。グッズの売り上げはやばいですから。当たり前、どんなに坂本隼人のこと言われる。個人事業主っていう体のやり方だけど、読売グループっていうのはそこがうまいから、やっぱりみんな読売グループを目指したくなっちゃうんだよ。まあ、あー合ってる。あのすごく意外と意外と合ってる、意外と合ってる、うん、あの 100% リンクじゃないけど意外と合ってる。自民党と読売は似てる構造は。プロ野球っていう政治っていう世界の中のプロ野球って考えたら、巨人軍に入るよしあしはすごい言われるけど似てる、うん、だからそれはもう知人連中とか一緒に、うん、俺も警戒されてるけど、酒飲んでるやつとかいろいろな中でもう出てるじゃないですか、クヨチャンネル上でも、うん、それだけですよ。飲みますか。飲んじゃう。いいっす。飲みやすいね。スパクリバンぐらいの飲みやすいね。あれだ。うん。なんでもいいよ。わかんないけど。年には優勝ですよね。切りますよ。はいです。イエーイ。コメント言います。 ID さんのスパークリングワインをこうずっとやったら美味しくなるのかな。うまいよ、最高だよ。ジャムさん、 NBA もエンターテインメントです。もちろん飲むでしょ。イエス。めっちゃ飲んじゃってます今。なんか国尾チャンネルの飲む配信を嫌う人いるんですけど、逆に同じぐらい飲む配信を好きな人もいるんで、どっちなんすかね。これもアンケート取れますか。なんか俺もう全然分かんなくて、で俺マインドは飲むマインドなんだけど、別に飲まなくてもいいんですよ。で飲む日もあるし飲まない日もあるし、俺自分で割とコントロールしてるつもりなんですけど、腹立つ臭いんですよね。なんか皆さんが根本でいきますか。
もこれはい、うん、ど深夜じゃない、酒飲むやつらはここ飲まないとやっていけないんだよな本当はやっていける、ごめん、本当はやっていける、すまんすまん、やっていけないってのは持論だわ。あとギリギリで腹取り出すよって今言って。須藤マーサー、みんな須藤マーサーが一瞬分かんなかったって言ってんの、それはマーサーのインプットより細いっていう理由っぽい、くさい、ここ数年ぐらい須藤はこの知らん、あのぶっちゃけジャニーズとか、うん、いろいろ話題が上がった、うん、多分なんか現役の時なんかあれだよね、猫かぶってたんでしょ、なんだね、うん、本音言わない時期だね、お岡田さんじゃん、え岡田さん、いやこっからこっからのこっからの椿やばいんだよ、切り込みじゃないや、切り込み隊長できない、あの痛い痛い役割、なんで一人出されてんの、ちょっと待ってちょっと待って、この後なんで一人出されてんの、こんなありえないで、あ卒業公演、卒業公演、いやこの後がやばい、ぶっちゃけ言うと、でもさ、ハロルでかぶる、うわだってこの新曲、これ自分の曲、新曲、うわかわいそう、誰も知らないのに、うん、いやそんなことないよ、俺は知ってたよ、すごいな、一回聴いただけだけど、クリアクリで、お前らお前ユーやっちゃいないみたいな感じ、お前行ってこいよちょっと歌ってこいよ、やりますって感じ。いやー、かわいそう。ほら、だってみんな反応してないじゃん。多いよって言わないでしょ。だって知らないから。知らないから。お前、お前聞いてないだろ。ほら、誰も振ってない、振ってない。誰も入れてない、触れてないよ。誰もサイリーも触れてないよ。ジャムさん、まあ未成年の視聴者からすると、どれが分かりませんかと。飲む配信はついていけない。飲まない配信はいろんな情報を知るって感じのものさありそうな気がしますが、いやそれです、もう泣きたくなっちゃう、俺は全部それです、で俺が嫌いならそれで、そこだけじゃないですか、ありならありで、なしならなしなだけなんで、このまま春撮りいきますか、今日このまま春撮りいきます、グッドボタン評価教えてください、一人で歌ってる人いないじゃん、こんなアリーナ、いや、たくさんいたけど、いた、宮本もソロで歌ってんの、なんか他にもこの回でソロで歌ってる、宮本もやってる、も誰もソロで歌ってんの、あ、中澤さんも歌ってた、あと宮本もやってる、宮本も出した、え、アクト1で、あー、そうかそうか、アクト2か、中澤さんも歌ってた、アクト1だね、うわ、うわ、やばい、大変だ、大変だ、もうあれだよ、終わったらあれだよね、あの明日の、この日は俺は尾形が MVP と言いたくないぐらいですよ、尾形が MVP と言いたくないぐらい、尾形が最高だったと言いたくなるぐらい尾形がすごかった、よくやるね、よくやれっていう方もすごいしね、どういう意味合いだったんだ、卒業公演させてやったのか、これあ出て、朝倉さんが全部持ってくんじゃん、うん、全部結局朝倉さんが持ってくんじゃん、なんだよ、なんだよこれ、だから聞けるだろう、岡田さんも、だ結局私はかませ犬じゃないですかってなるじゃん、何じゃないですかって泣くしかないじゃん、もうそんなことない、結局朝倉さんに持ってかれてんじゃん、そんなことないよ、なんだよこれ、
なんだよこれ。初恋さんなぜ歌ってんだ。出てくんのこれで尾形さんが。これ出てこないんだろ尾形さんが。出てるよ。出てんのいるの？もちろん。もちろん。だからここがエモすぎんだよ。なんだよ、タクだ。私を主役にしないといけませんって言ったのか。そんなことはない。そんなことはございません。そんなことはございません。あ、いたいたいた。わざわざいた。わざわざいた。そうだよ。そりゃそうだよ。これめっちゃワイだよ。一人で出されてさ、これ全部持ってかれてる。めっちゃワイだよ。朝倉さんに全部持ってかれてるじゃん。なんだよこれ。なんだよこれ。でもそれはお前の見方はえぐいけど、でも言う気持ちはわかるわ。すげえでも。うん。ちょっとハロドリに変えるから今。な。このタイミングからまた後で見ようよ。もう一回見たい。もう一回見るけど、見るけど今ハロドリが始まるから、それはハロドリ。もう一回岡田さんからの初恋さんライブ見ないと。お前も言ってることわかるよ。まあ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 椿兄弟のツボではあるけど、あんまり言ってやるなよ。そうね。それは感動のエピソードでやりてえんだからよ。感動でやりたいんだから。いや。そば付き合ったらいいやん。なんでそんなお前。感動って何だろう。感動って何だろう。はい、ハルドリ行きます。うまい、うまいな。ありがとうな。めっちゃうまいわ。いいシャンパン持ってきてくれたわ。うまい。わかるわかる。スパークリングワインが一番いいよな。くっそ、たっけー。わけわかんないから買うよ。な。おー来たよ。だって別にさ、美味しいワインだったら腐らせなくていいんじゃねと。もちろん熟成させる方が美味しいんですか、ワイン。ちょっと飲むのよ。そんなことない。ワインの味だって何だろう。アンサンブルで。え、アンサンブル、うん、マッスさんお疲れ様です。ナベアキさんこんばんラブリー。ジャンボさん、シャンパン塩で作られたものがシャンパンっていうだけですから、その通り。俺はライン川沿いの、ドイツのワインの方がうまいと思ってるから。ドイツワインの方が美味しいと思う。俺はそう思ってるよ。いや、僕あれだよ。シュバルツカッチでいい。全然シュバルツカッチでいい。ジャムさん、未成年視聴者からするとって思うの読んだっけ、俺ね。めっちゃめちゃ喋ってる。ハールさんゲッターってこと？ゲッター全力。福村さん、福村さんいつ卒業するんですか？来年の春でしたっけ？今年の秋で。岸本も今年の秋で。え、まだ出てないでしょ？出てないよ。山岸は出てる。出てる。その後にやる。いやだからそこはまた違う問題。その問題はちょっと国のチャンネル上では明言できないから、お前もうちょい待ってくれ。そうは言ってない。今はそうは言ってない。あんまり先走るな。あんまり先走るな。ちょっとはいいけど。
もなんかいいんだよね今な。当たり前だろもう。ジャンボさんちょっと待ってな。今ごめん。これが見れないんだ。見れるようにすぐする。すまんすまんすまん。シャンパンショーズ、シャンパンというだけだと25周年、それ合ってるからね。25周年初日の林里奈ちゃん。ちょうどメインステージ2列目で目の前で見れたダンスのキレも上々で、堂々した立ち振る舞いものすごかった。よかったっす。俺もそれ気づいてるから。まあ、林里奈あれもう。実在ですよ。気づいた人をよろしくって感じ。あと諦めない北川がいいよね。北川は俺は乗り遅れてないと思ってるから。横山もいいダンサーといいシーンがそういうの見せてんだな。あ、バンドさん恥ずかしい、なんか恥ずかしい。皆さん来たな。締めるのマリアさん。パンダさんのガチシーン。おお、花ちゃん。中学3年生156センチ。言葉の真面目かおい。ここも話せない、話させない。来た瞬間に。アンジュルムで真面目にやってたら。ちょっと待って、ちょっと待って。決まってるらしいね。喋りはリカコで行くって決まってるらしい。あれだ、カスタさんみたいなポジションだ。カスタリーナポジションだ。でも本当のカスタリーナは伊勢でだから。本当のカスタリーナは伊勢でだから。いや違う。いやみんなやばい。みんな黒いわ。みんな黒いわ。みんな黒いわ。みんな黒い。黒いわ。みんな黒い。闇将軍。みんな闇将軍じゃん。みんな闇将軍じゃん、これ。なんだ。リカゴでやろうって決めてるんだよ。今まで集めてきた女を蹴散らすみたいな流れない。うん、そうなんないよ。ダメですか。
その流れ作ってるわけない。若菜ちゃん、え、どっちが年上なの？下北さんが年上なんでしょ。下北さんが年上。すごい、大変だね、大変だね、大変だね。帰国しよう。こっちん。ハローエブリワン。ホットだけにホッとする。うわ、ほホットだけにホッとする。ここがすごいよ。おじさん食いついちゃうね。ゴドワナすごい今。平山さんいいね。平山さん頑張ってる。神子。おでこ出てるよ。ケロ。あけろ、かわいい。むちゃぶりされてるね、これ。むちゃぶりされてたね、今ね。かまさんにむちゃぶりしてたね、今ね。予定なかったね。なんとも言えない。これが最後。最高。
あれどこでやるかまだ決まってないしね、山田さんがどこでやるかね。会場はまだ発表されてないんでね。大阪ドームにしよう。ジュースジュースベストセレクションニューアルバム、10月11日水曜日にリリースすることが決定しました。イエーイ、やったー。大阪でドームか。最後の曲楽しんでいきましょう。大阪で起こる。Thank you.
なんかマンピの俺がパワーアップしてる。ありがとうございます。私個人的には結構最初からガンガン飛ばしすぎちゃって、あの最後の方ちょっとスタミナ切れしてしまったんですけど、それぐらい全部出し切れた。ヤギちゃん、ヤギちゃん抜かれてますよ。ヤギちゃん抜かれてますよ。結構ヤギちゃん公演とか抜かれてますよ。課題ができたので、そこを重点的に頑張っていきたいなと思います。はい、そんな私たちなんですけど、9月27日にマリちゃんどこ行った？マリちゃんいるのか？マリちゃん、マリちゃんいない？マリちゃんいるのか？マイライブ、妄想だけならクリエイター、でもいいよのリプレイメーションです。はい、皆さん今日本当に努力してきたかった。山井さんが疲れてる、山井さんが疲れてる。ありがとうございました。ザ・グッドイでした。この後は発表会リハーサルに挑むハロプロ研修生、涙の訳は。いよいよ今週末に迫ったハロプロ研修生発表会。川野ソアラ、牧野とわ、林美奈は3人でフッチモリのチョコプラブを披露する。そのダンスリハーサルに密着だ。まずは練習の成果を先生に見てもらう。今のはダンスですかって言われてるよ。今のはダンスですかって。昨日の代々木はダンスですか？昨日の代々木はダンスだったんですか？昨日の代々木はさ、コマーシャルだったんじゃないですか？もうちょっと考えてやらないと。ただだらっとさっき自分たちで主演してもらったけど、何を練習してるんだろうってちょっとよくわかんない。一回見てみて。そう、何を見せたかったんですか？自分たちの姿を見てどう感じたのか。本当に師匠の時ってもいいな、動き、うん、ダンスっていう動き、振りっていう動きだけをしてるって見えてしまって、すごいなんか自分ではできてた、自分ではできてたと思ってたのに、やっぱ他のところから見るとできてないっていうところがあって、悔しさをバネにもう一度。起きて。
すごい、あのハロプロ T シャツ着てますよ、GU の GU のハロプロ T シャツ着てますよ。すごい、オタクだ、オタクだ、オタクだ、みんな。あ、なんかハロプロ研修生が GU の GU のハロプロ T シャツ着てますよ。オタクですよ、オタク。いいんだ、GU の T シャツ着ていいの。練習に励んだ。ハロー、ハローの公式じゃなくてもいいんだ。マミも全然良くなってた。すごい。どう自分に。いやそこはちょっとなんかアサヤンっぽくなってますよ。アサヤンっぽいっすよ。アサヤン路線に映ってますよ。1回目の時に比べたら2回目のは全然いいよ。もう1回1回目の自分と2回目の自分見てごらん。2人と比べないで自分の成長をちゃんと自分で見つめて。うん、リハーサルを終えて先生は、三橋さんそんなこんな厳しかった。三橋さんな思ってたよりもその実際一緒に合わせてみたらそうでもなかったんですか。いうところに気づいてくれたことがまた次の課題になるふうには感じているので、3回目に向けての課題が見つかってくれたらいいなというふうに思っていたから、まあ、そこはいけたのかなというふうには思います。いろんな練習方法があると思うので、早く自分たちが上手になれる、上手になれるような練習方法を見つけてくれるのが一番だと思うので、よかった。3人それぞれ飛んでいました。いよいよ今週末に迫ったハロプロ研修生発表会、リハーサルに奮闘した3人の姿も必見です。めっちゃ嬉しい。モーニング娘。の曲はエンディングテーマなんだ。すごい。モーニング娘。の曲からエンディングテーマ。この番組はアップフロントワークスの提供でお送りしました。意味は。奇跡の瞬間を捉えた衝撃映像。九死に一生奇跡の救出劇どうなる？ツバル堂が今夜6時25分。そのため無印＆観光大使の皆さん、終わりました。ハロドレ終わりました。うん、どうですか。え、ハロドレ終わりました。え、カミコ、カミちゃんが、カミちゃんが頑張って、カミちゃんが、あの、なんかおかしくなってた。カミちゃんが、頑張ってた。わかる、すみません。韓国料前のアンジェルムを指導してました。それはもう来い。見て、すみちゃんがかっこよかったね。綺麗なものを一緒に見たいな。面白くないぞ。アンジェルムも面白くないぞ。それはもう来い。どうしたら面白い。え、なんかあの道を瞑想する感じで、ちょっとそう面白そうな感じ。どうも、マルエフニット。あれじゃないですか。あの和田彩香な路線をやってくれそうな感じ。朝日が丸香ばしい。
ファンをね。パーティーパーティーピーポー。パリパリピーパリピーローさん。卵白を泡立てたお菓子の試作だ。そうです。もう一日中してます。これもモンスタースパークリングワインの泡が綺麗ですよ。まだずっと残ってる。筋肉がつくことだし、うん、そう思うでしょ。何？あれだけ腕を酷使していながら筋肉がない。驚いていますね。僕の腕が華奢なことに。なぜなら泡立て器によって鍛えられる筋肉はチキン繊維だからです。チキン繊維。遅い筋肉と書いてチキンです。僕の腕は低強度の負荷を長時間与え続けたことにより大きな筋肉はつかずしなやかな引き締まった腕になっているのです。おそして何より筋肉を大きくするのに大切なのは食事。お菓子のカロリーはほぼ炭水化物と必須で決められており、タンパク質が極めて少ないため筋肉がつきません。ご飯をちゃんと食べなさい。これは天才と言われながら志半ばで命を落とし、異世界の貧乏貴族の息子として転生したパティシエがお菓子と笑顔で満ち溢れた世界を目指す、厳しくも甘い甘いスイーツな物語である。彼の夢、それは世界で一つのお菓子の国を作ること。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。現在まで王都の公爵家から援軍が出たという情報は入っていないとのことです。思った通り、最初にこちらの軍勢が3万とか偽情報を流した時、
フバーレクはすぐにカドレチェックに援軍を要請したはず。それが動きがないということは、公爵家が拒んだか、フバーレク家が援軍要請を取り下げたかですな。無論公爵、奴はこちらの数が1万と分かれ、自国軍だけで叩けると踏んでメンツを保とうとするはず。公爵家の大々的な参戦は良しとするのとなると、公爵家としても面白くない。一悶着あったと見るべきですな。見ていろ、フバーレクめ、積年の恨み一気に晴らし、殲滅してやる。申し上げます。フバーレク返京白領には現在霊城の婚約者が駐留しているとのことです。ほう、公爵の孫が。すごい、なんか面白いツイートいっぱい上がってますよ。面白いツイートがすごいよ。レイシさん、どうかされたんですか？何か考え込んでいたので。いや、別にそういうわけじゃ。ひょっとして戦争のことを考えていたのですか？私の故郷と隣国とのいさかいが始まると聞いています。私もきっとフェイスさんと同じことを考えています。なぜ争うなんてバカなことをするのでしょう。戦争なんてする暇があったら美味しいお菓子を作ればいいのに。フェイスさんのように夢中になって、そして出来上がったお菓子を食べて笑顔でいられたら、そうすれば世界中のみんながきっと幸せで楽しくいられると思います。僕もそう思います。お菓子はね、みんなを幸せにするんです。笑顔の陰にお菓子あり、幸せへの道はお菓子でできています。これ正解。はい、今日は行商人がヤギを届けてくれるんです。ヤギ？ヤギのミルクでできたチーズを使ったチーズケーキは濃厚で絶品ですよ。チーズケーキ？ぜひ食べてみたいです。でしょ？楽しみにしててくださいね。はい。ヤギが横取りされたですって？どういうことですか？いえ、そのこちらにお持ちする前に他の貴族様がお買い上げになったというのが正しいかと。それを横取りと言うんでしょ。脅しかけてよそのものを無理やり買い上げたなら盗まれたのと変わりませんぜ。申し訳ありません。すでに売り先は決まっているとお断りはしたのですが、やむを得ない事情がある。ヤギをよこさねば命はないと言われて、いたしかた。事情は分かった。わざわざ説明のために出向いてくれてご苦労だった。それでどこの誰に言ったんです？ルースバッジ男爵様です。ああ、あの新興貴族への嫌がらせで有名な。こういう時に宴席に有力貴族がいれば文句の一つも言えるんでしょうかね。フバーレク家とはまだ正式に婚姻を結んだわけではないからな。辺境宅に口利きしてもらうのは難しいだろう。そもそもこの件はフバーレク家とルトルート家が起こした戦争の影響によるものだ。その余波の始末を受け負われていい顔をされまい。泣き寝入りするしかないってことですかね。戦争の知らせを受けてまだ3日、それがもうこちらにまで影響を及ぼしているとはな。相当でかい戦なんでしょうよ。物流ってもんはつながってますからね。どんなに離れていても少なからず影響が。これは試練でしょうか。男爵だか男爵だか知りませんが。ペイス、僕のお楽しみを邪魔する人間は徹底的に排除すべきです。こんな横暴を許したらモルテイレンの個展に関わります。どうした、もう落ち着け。これが落ち着いていられますか。僕が直接男爵のところに出向いて話をつけてきます。ペイス、冷静になりなさい。でも父様、今は戦時中だ。どの領地の食料をはじめ
物資が必要なのは当然だ。ましてやルンスバッジ男爵寮はここより戦地に近い。切実に食料を求めるのは当たり前のことだ。しかもヤギは奪ったのではなく、ちゃんと金が支払われている。確かにお前はヤギを買う機会を逃したが、それ以外に損をした人間は誰もいない。これも事実だ。その通りです。ディスカ、取り返しに行っても戦争を理由に取り合ってもらえないのが関の山でしょうね。悔しい気持ちはわかる。だが今は事態を受け入れるんだ。ではどうあってもヤギは、戦争が片付けば事後の交渉の余地はある。難しいだろうな。チーズケーキ、ぜひ食べてみたいです。なぜ人は争うんだ。誰も幸せになんかならないのに。一つ手はありますぜ。戦争中でも優先して物資を手に入れられる方法が。そうか、援軍。援軍として戦場に駆けつけることで僕たちの物資調達に優先権を主張する。ご名答。ルンスバッジ男爵はケチで有名ですからね。どうせ大した援助をするとも思いません。ならばうちが援軍に参加すれば男爵より優位に立てるってわけです。リポリス城とペイスが翻訳しているうちにオバーレク側へ肩入れする理由がある。まだ3時じゃないから起きて寝てる。ああ、危ない起きて。まだあと2時間2時間必要なんで、90分か、あと90分必要なんですよ。獣士は俺の親父とニコロ、新人獣士で大丈夫なのか。2時間これが4人から募集した兵の8人、合計12人だ。くしょー、俺も行きたかったぜ。マルクが行ったって足手まといだっつの。なんだ。漁師様たちが留守の間、村を守るのも大切な役目だぞ。分かってる、親父。それにしても、たった1日で全ての準備をして出発するなんて。大将と坊は常に非常時の準備を怠ってないですからね。備えあれば憂いなしってやつで。心配しなくて大丈夫よ、ニコリスちゃん。はい。ごめん、ニコリス。自分から戦地へ行くなんて。これもお菓子のため、もとい、不正義を正すためなんです。ヤギを取り戻したら、美味しいお菓子をたくさん作りますね。仕事終わらないもしょうがない、大歓迎。ここに私が来るのに、絵に浮かれるのにひどいですわ。23とんでもない、その実物があまりに可愛いので先に目を鳴らしておかなきゃと。お互い頑張れと。やっぱりペトラさんは
ハマの足置き。いや、お見事。とっさの言い訳としては上出来でしたな、スクワレ殿。言い訳なのか、本心です、決戦。お父さんが、スクワレ様からかまないでください。来たよ。いや、すまんすまん。ごめんなさい、スクワレ様。いや、とんでもない。では、散歩に出かけましょう。旦那様、ギュトレートの総軍勢が進行を開始したとのことです。何？その数1万余り。1万か。最初の3万というのは誤った情報だったようだな。ならば我が軍の戦力で十分戦えるな。スクワレ殿、聞いての通りだ。はい。貴君には今から前線付近の防衛を要請する。そんな、我が軍だけでと。ヘトだ。私なりの考えがあってのことだ。でも…よかった。閣下、無人の機会をお与えください。感謝します。すぐに出発いたします。うん、よろしく頼む。はい。スクワレ様、クニョさんに、あの、椿のリリベ行くんですか。はい、行きますか。申し上げます。いや、いつですか。え、今日付近に到着。え、何？無事にいたしました。何月何日？何日？え、あ、とりあえず16日。疲れが見え始めてます。土曜日、9月の16日の土曜日。増強を推し進めておりますし、このまま…あの、行きは参加できないだったら行きます。俺が考え、いや、だからリリーベだから。リリーベだから。そのようなことは…じゃあ、それで今回の狙いは、フバーレクとカドレチックを引き離すことよ。辺境迫と、でもなんか、でもなんか…CD3 枚ぐらい買えない、買わないと優先入れで見れないみたいな雰囲気の、まだ戦で決まった雰囲気。フバーレとしても初陣の機会を考えているだろうな。すごいよね、今はさ、あれなんだよね、 CD3 枚買わないと優先権もらえない。いや、ギャンブルじゃん。3000円だったよ。1000円じゃないけど、3000円単価が上がってるよね。だから引きずり出して、いや、ギャンブルだ。すごいよね、アルバムだもんね。アルバムだよね。アルバム聞かんかも。娘の婚約者を失う上に、おそらくカドレチックは激怒して縁を切るだろう。これでフバーレクは孤立し、当てにしていた軍備増強も動揺しているところへ総攻撃をして、3回公演だからね、1万円だよ。フバーレクの絶望した顔が目に浮かぶぜ。こんなに突然無理心になるなんて。これをお守りに。絶対に負けられない。ペトラさんを守ってみせる。これはモルテルン卿、それにペイストリー卿、侵攻があったと聞き及び駆けつけてまいりました。それは遠方よりのご助力、心から感謝する。いえ、ヤギのためです。おい、ヤギ。あ、いいえ、大切な婚約者のご実家、その気球とあらばと。うん、戦況の方、まずは順調といったところか。敵方は思っていたほどの数ではない。今は前線取り手から撃って出る準備を進めている。兵が少ないの？うん。棒に組めて、あの、いつまで年号のやつ続けるんですかね。実際は1万2000。今日の意見は…まだ続けていくんですかね。敵の婦人棒に組めは。ここに2000。こちらに主力がいて、近くに備えらしき兵が500。あれじゃ、棒に組め令和にすればいいんじゃないかな。棒に組め令和とかすればいいんじゃないかな。そして、ここにも敵の兵が…なるほど、守りが固い。妙だな。妙。何か不自然。腑に落ちません。見ていると変わったところは見受けられないのですが。やはり今日もそう思われたか。戦神官というやつなのかも。でも、父様ほどの歴戦の戦士ならば、その勘は正しいはずだ。しかしこの夫人、現実で無駄に思える心が。かわいい。あ、かわいい。これ現実すぎないでしょうか。これさん、これかわいいですね。
逆に不自然というか、クニオさんかわいし、これかわいしね、我々の側が攻めてくることに対して備えている不自然。あ、マジかこれ、敵は侵攻してきた側。あ、自由が作ってるアクセサリーすごいね。うん、自由が作ってるアクセサリーすごいよ。一戦もせずにやばいこれ。不自然。それが違和感の原因か。洋服屋の作ってるアクセサリーってすげえんだな。こちらの消耗を誘う作戦か。はやー。私が敵なら。え、これかわいいじゃん。大部分の兵で守りを固めて、兵力差の不利を補い、その上で少数の機動戦力により局地戦で奇襲を重ね、相手方の戦力を地道に削ぎ続けるという策を取ります。例えばここ、私ならまず真っ先にここを叩くでしょう。相手の立場に立つことでより具体的な狙いが見えてくる。北からの備えを重視しているところを攻撃すれば、こちらはほとんど無機、地形的に見ても奇襲をかければ、スクワーレ殿が比較的防衛の楽な地帯だと踏んで、初陣に絶好の機会と向かわせた。戦の経験のないスクワーレ殿は奇襲の的となってはひとたまりもありません。すぐ助けに行かねば。分かった、一個中隊を今日にお預けする。スクワーレ殿のもとへ急ぐぞ。フェス、はい。敵襲の予想方面は北東方面かと。よし、ここで迎え撃ち、殲滅する。はっ。申し上げます。敵の姿を遠くに確認。およそ20。いよいよ。行くぞ。クニオさんウイスキーって飲むんですか。クニオさんはウイスキー飲むんですか。飲まない、飲まない。しかしこの人数では降伏した方が。弱気を見せるな。何が、お久しぶりです。
近づかないでよね。バカか俺は。全然釣り合ってないじゃん。でも好きなんだよね、夏川さんのこと。わかる。なんでこんなあいつのことは。夢見る男子は現実主義者。闇芝居の時間だよ。修理費の自動車保険は一人一人の条件に合わせてご提案する。あなた専用自動車保険、保険料がこんなに節約できました。修理費もカーボンオフセットに対応。 NCT 全ユニットにより初のスタジアム公演を U-NEXT 独占生配信。開催は9月17日。無料トライアルで楽しもう。効き目の成分がプラスされたバンテリンを腰にグイグイ、肩にグイグイ塗ると成分がみるみる奥まで入っていって痛みを直に取ってくれる。これはいいわね。痛いとくればバンテリン。あの人ずっと一人でいるのだ。みんなで一緒に食べませんか。ヒロシです。大丈夫です。ずっと一人は大変でしょう。一人の良さもアウトです。わかるぞ。ナイモバはおうち割で一人暮らしさんも990円。みんないいのだ。ナイモバイル。俺事故無違反なのに損してたかも。何が自動車保険無事故割引ってのがソニー損保の話だ。それどこの保険。どこだっけ。新規ネット割引などで1万4000円割引。ソニー損保。いい毎日もいい笑顔もいい睡眠から整っていく。睡眠の深さは私の味方。カルピスマークの睡眠の質を高める乳酸菌朝日飲料。ヨースター、アークナイツにモンスターハンターがやってきた。アイルー、ギオルースまで。うわぁ、解き放て資料魂。9月7日解禁。修理費の自動車保険は一人一人の条件に合わせてご提案する。あなた専用自動車保険、保険料がこんなに節約できました。修理費もカーボンオフセットに対応。起きて。この番組はオニーキャニオンの提供でお送りします。まだ夜はまだ始まったばかりですよ。お嬢さん、まだ夜は始まったばかりですよ。石原香織ニューシングルパラグライダー好評発売中。オニーキャニオン。椿の、あの、香港台湾公演を受けに行かれましょうよ。
たのか。いつからだよ。なんでその時声かけたりするわけないな。汗の匂いがする。いっぱい働いたんだ。何？どういうこと？かつてない超近距離なんだけど。久しぶりに会ったから距離感バグってんのか。夏川。何？なんか嬉しいことでもあったのか。いや、なんかその雰囲気が柔らかいっていうか、こういつもより近いからさ。そりゃそうだよな。夏川が意識して俺に近づくわけないし。ごめん、熱っ。かわいいな、畜生。気を抜いたら褒めちぎっちまいそうだ。それで、どうしたんだ。急いでたみたいだけど。ハイボールが飲みたいっす。かわいいかい。ハイボールが飲みたいっす。そういうとこ。あなたこそそういうとこですわ。いや悪かったよ、なかなか暇がなくてさ。知ってる、メッセで言ってたし。あ、うん、そうだよ。バイトでいろいろあったって。一ノ瀬さんの方とか。あ、サントリーの山崎のハイボールが飲みたいっす。話聞けって言ってくれたおかげだな。ありがとう。ちゃんと仲良くなれたの？ああ、多分バッチリ。完璧とは言えないまでも、ずいぶん関係良くなったと思う。そう、よかったね。ああ、マジでほっとした。あれ？終わり？もっとその後どうなったとか聞かねえの？気にならねえの？いや、よそのご家庭の話だし、深掘りしないのは夏川の病気よ。まあ、俺の話なんてあんまり興味ないだろうしな。にしても久しぶりだよな。ちゃんと会うのは終業式以来になるかな。うん、そっか、ちょっと焼けた。うん、ケイと海に行って。あ、そういえば足田から写真。そうよ、あの時の写真。ケイが送信取り消したけど、まだ持ってるんじゃ。え、あ、いや、とってことはないけど。ちょっと、回答になってないけど。何？スマホ貸して。夏川、ちょっと、ね、あれ？うわ、やっぱあいつだ。あとさ、ジョッチ。毎日ってことはないけど、バレー部はいろんな試合があるからね。これからだけでも夏季大会とか交流試合とか。Kは来年のレギュラー期待されてるんだよね。なんか超元気だな。ソジュッチも日に焼けてない？あ、西野浜に毎日いっぱいと行き来してたからかな。うん。あ、どうしたのソジュッチ、慌てて。やましいことは何もないんだ。やましいことがあった人の言葉じゃん。くっさ、こういう時だけなんで妙に鋭いんだよ。 JD 的な JC と一緒に出かけたっていうか、ありえない。座れば？ほら、ここ。え、そこ嫌なの？え、嫌じゃないけど。それで、今日はなんで？いや、それそれ、姉貴に頼まれてたんだよ。学校見学の設営もろもろ手伝えってさ。え、なんでサジョッチに？いろいろ事情ってやつがあるんだよ。頼りにされてるんだ。全然、ただの下僕。そういや、案内役、あれって普通面はお呼びじゃないんだよな。ん？え、どういうこと？篠宮先輩が、え？が、ちょい罰悪そうに言ってた。
入学希望者を増やすためあえてハイスペックなやつを任命してんだってさ。何よそれ。あいつなら納得。可愛いし頭もいいし。スペックとかって。いやまあそういう言い方はしてなかったけど、ほら結果的にうちは佐々木と夏川のツートップでよかったなって。さあジョッチ、それ本当に。え、何を。佐々木くんの代わりに案内役やりたかったんじゃないの。あいつと一緒に。どうなのよ。俺なんかじゃ無理無理、部活すらやってないし。でも一ノ瀬さんのことは助けてあげたじゃない。そりゃ成り行きというかほっとけなかったというか。下心ねえ。下心なの。ねえよ。なんだそのね。そりゃバイトのためにコミュニケーション取ろうとはしてたけど。まあねえ、うざがらみはサジョッチの得意技だもんね。おい言い方あんまり迷惑かけちゃダメよ。かけねえよ。もう誰にもな。また学校来る？ああ、撤収作業とか事務仕事とかちょい残ってるから。ケイは？ずっと部活かな。そっか。ねえ、また集まろう。あ、もしもし。学校見学の後、もしもし。また集合ね。おはようございます。おはようございます。全然いいけど。おはようございます。あ、でも、おはようございます。いつ終わるか分かんない。おはようございます。見学の先生は来てた。来てたからおはようございます。片付けの方は。来てた。いいよ、いいよ。あ、今、この人は言うんですけど。社長の悪口言いながら待ってるから。そんなこと言うなら、アイスクリーム。あ、ゆずこまちがない。ゆずこまちがないんですけど。ゆずこまじゃないんですよ。見当たらないですよ、ゆずこまじ。もう出てる。ゆずこまじがないの。ゆずこまじがないの。それ、一ノ瀬さん。また明日。スパークリングワインは1本あげたの。明日はお休み。ゆずこまじがなくて。でも、くにおさん寝てるの。ありがとう、一ノ瀬さん。起きてくれないの。無理になるとこだった。起きてくれないの。いや、まあ、3時前なのよ。寝てるの。一人になるけど。スパークリングワイン飲ましてたらいけなかったね。社長君もお疲れ様です。ね、じゃあよろしく。一ノ瀬先輩に頼りにやって。早く来て。伝えとくわ。早く来て。いや、怒ってもらわないと。鍵持ってるでしょ。鍵持ってるじゃん。鍵持ってるでしょ、だって。いや、起こしてもらわないと。じゃあ代わりに国をやってもらわないとか、代わりに配信してもらわないと。あ、まあ、ウイスキーある。まあ、ウイスキーがいっぱい。ウイスキーがいっぱい。サントリーのウイスキー。サントリーのウイスキーがある。まあ、全然残ってる。え？でもお酒が飲める。お酒が飲めますよ、今。うん、お酒飲みたいっすよ。ノリが。お酒飲みたいじゃん。プリのノリが。うん。いや、伸ばせる、伸ばせるって言ってください。だけ伸ばせるって大人のふりかけ、長谷いや、僕はお酒飲ませるんで来てください、今から。うん、お塩だけ飲ませる。大丈夫。いや、だから、クリオさん起こしてほしい。皆さん起こしてもらわないと。いや、まだまだね、話が終わってないんですよ。まだ全然話が終わってないんで。深くはないです。深くはない。未来の話をしないとさ、過去の話なんかどうでもいいじゃないですか。ハロプロが25周年の過去の話なんかどうでもいいんですよ。これからをさ、知りたかったのさ。そうですよ。これからがどうなっていくかを知ってほしかった。代々木でさ、そう。思い出話なんかどうでもいいんだよ。そうです。アイドルってそういうもんじゃん。こう、更新していかないと。中学生の皆さん、更新していくのが、ようこそ高越高校へ。そう。思い出話を伝える場合じゃないんですよ、こちらはさ、オタクって。本日。高越高校とはどういうところなのか、はい、来てください、来てくだ
しているのか、わずかなりとも知ってもらう機会となれば幸いです。そうそうそう、さすが生徒会長。大変な2人でシャンパン。女子生徒一瞬で虜にしやがった。そうそうそう。それでは、以上を挨拶とさせていただきます。今日、ジュースジュースのリリーベの会。さすがは、我が校のプリンスですな。ははは。まあ、我が校のプリンスは思いましたね。ゆずこまちじゃないんだよ。ゆずこまちって置いてったよね、もうね。一本置いてったよね。もう飲まれたのかな。西野浜中学校の、ね、俺のゆずこまち、俺のゆずこまちどこ、山本さん、俺のゆずこまちはどこだ、みんなの案内係の佐々木、俺のゆずこまちだったら見つけに来てよ、よろしくお願いします。で、それを開けて、開けたら帰って、同じ佐々木だけど漢字違いだね。俺は人間に左の佐々木で、ゆずこまち買ってくるわ。じゃあ今はゆずこまち買ってくるよ。わかんないけど、でもあって新宿だったらあるじゃん。それでもう一人、新宿だったらあるし、ゆずこまち。じゃあ買って、じゃあゆず、よろしくね。ゆずこまちって売ってないよね、店頭でね、お前ね。これから校内を回るんだけど、見かけないよ、見たことないもん、店で見たことないもんね。そう、ゆずこまちそう、そうそうね、そう、通販とかで買わないもんないよね、店頭で売ってないみたいなね。見て、飲みたいお酒買ってくっていいよ、飲みたいお酒買ってきてもらって。今飲みたいお酒をさ、買ってきてもらって、LINE Pay でお金払う、お金送っとくから。いいねで、いいねで、いいね、怖い怖い怖い、いいねじゃない、いいねじゃない、いいねじゃない、うん、そうですね、お金きっちりしてる、お金きっちりしてる。でも飲みたいお酒、飲みたいお酒おごるから来てよ。進学率は高めだけど、飲んでる、最近飲んでる、最近飲んでる。あと部活はかなり盛ん、いわゆる文武両道。一日に500の缶を2本飲んでる。お互いお兄ちゃんに毎日飲んでない。そうなの？愛理ちゃんは元気？月に2、3回しか飲んでないの。大丈夫？大丈夫？大丈夫？いやだから、じゃあ代わりにあのこの機材を使ってあの映像を流してもらえる、流し方がわかんない。だからその代々木のアクト2を見なきゃいけないんですよ、僕は。そうですよね、ここの全国可愛いですよね。とりあえず来て、とりあえず来て。やっぱり西尾浜ってきっちりしてる感じ。髪に寝癖があるだけで怒られちゃいます。皆さん、ゲームさんを呼びました。皆さん、ゲームさんを呼びました。そこは大丈夫です。篠宮風紀委員長、憧れなんです。そうだな。うちは自由って言っても、いわゆるやんちゃとは違うかな。やることをやった上で、責任とリーグの自由って感じ。根が真面目な人が多いってことですか？どうだろう。でも、そういうことかも。次は…マジか、売約済みかよ。当然、シュートかした？もっと、いつ？関係ないでしょ。君たち、言い訳に…教えるよ、それくらい。知りてー。ちょっとやばいか。何やってるの？ここって、規定ルートじゃないね。松川さん、相沢さん、大丈夫？うわ、むっちゃ可愛い。俺、絶対こいつ入るわ。年上を受ける。な、何？君たちみたいな子は、この学校にいらないかも。なんだよ、それ。いらないって言ってるの、聞こえなかった。せっかく学校見学に来てやってるのに。来てもらってるつもりはないの。ここの受験に挑戦するのは、あなたたち。私たちはあくまで案内役で、ご機嫌取りをしているわけじゃないから。文化祭にも来てみるといいかもね。最近は規模を縮小する学校が多いけど、校閲は盛り上がるらしいよ。いいですね。俺も楽しみなんだ。今度は佐城さんに案内してもらいたいな。あ、あの人でしょう。
者は学食の利用と部活の見学ができるよ。そちらも終了？すみませんでした！ちゃんと真面目にここに入りたいんで、その時は後輩として目をかけていただけると。わかった、頑張ってね。はい。あの、今日はありがとうございました。ううん、こっちこそ。佐々木と夏川？え、何このメンツ、嫌な予感。学校見学なんです。まさか会えるなんて。あ、そうなんだ。先輩を二人が案内してくださって。なるほどね。こんな偶然の巡り合わせあり。ねえ、なんかこの人が目指せるの？サジュさん、こんなところでそんなこと言わないよ。あの喋り方の風花ちゃんに丁寧語を教えたサジュさん、少女漫画の手でこじらせた風花に現実を教えたサジュさん、ド天然の風花に常識を教えたあのサジュさん。どちらのサジュさん？こんな感じだったっけ。俺や一ノ瀬さんといる時とは違って、無邪気というか。サジオ先輩、風花をよろしくお願いしますね。こんな子ですけど、いい子ですんで。今更ですよ、サジオさんとはもう深いお付き合いですし。優しいし、物知りだし、丁寧だし、この前も腕紙だってちゃんと。ちょっと佐々木さん、それとこれとは話が別。恥ずかしいし。データフォルダの肥やしにはしない。定期的に眺めるから。だから嫌なのよ。ダジュッチってそういうとこ正直だよね。ほら、明日もこう言ってるし。バカ。その代わり、私たちとも遊びなさいよ。え？嫌ならいいけど。待って、今聞こえなかった。本当にもう一回。私たちとも遊びなさいよ。俺が夏川たちと遊ぶ？そうよ、他の子たちと遊ぶ時間があるならそれくらいいいでしょ。嫌なの？嫌ではない、ありがたい。なんで侍？